も。もう、ダメ。キリスト教は邪教なのじゃ回収しろ。お代官様。お許しください。アヒュ、霊夢、起きるんだぜ。は。夢か。前の冒頭でも同じパターンがあったんだけど、一体どんな夢を見ていたんだぜ。江戸時代の長崎にタイムスリップして、なぜか潜伏キリシタンの身になってて、キリスト教から転べって拷問を受けてたのよ。確かに江戸時代は禁教令が布告されていたからな。当時キリシタンだと公表してたら弾圧されてたんだぜ。私は神社の巫女よ。キリスト教を信仰するはずがないわ。でも、弾圧の中、一般社会との関わりを持ちつつも、キリスト教への信仰を捨てずにいた人たちがいたのよね。そうなんだぜ。そのような人たちを潜伏キリシタンと呼んでるんだぜ。そして、潜伏キリシタンの共同体創造に関わる遺産が、世界遺産として登録されているんだぜ。そういえばそういうものも登録されてたわね。構成資産の数が多いから脚本家を躊躇してたんだけど、今回は、2018年に登録された長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産について紹介するわ。まずは概要から。長崎県と熊本県に残る潜伏キリシタンの関連遺産12件から構成された世界遺産で、2018年に登録されたんだぜ。潜伏キリシタンってなんか聞き慣れない言葉よね。昔は隠れキリシタンって言葉だったような気がするんだけど、もともと定義されていた隠れキリシタンは、江戸幕府が禁教令を布告してキリスト教を弾圧した後も、密かに信仰を続けたキリスト教と、キリシタンのことだったんだぜ。禁教の話だと、遠藤周作先生の小説沈黙が有名よね。ポルトガル人宣教師が禁教期の長崎に行ってって作品よ。最近、マーティン・スコセッシ監督が映画化したんだけど、キリシタンが海で貼り付けの刑にされて道潮で水没するシーンはトラウマだわ。ところが近年では、隠れキリシタンの定義が分かれて、隠れキリシタンの名称を、禁教令前後で分けることになったんだ。具体的には、強制改宗により仏教を信仰していると見せかけ、キリスト教、カトリックを偽装起教した信者のことを、潜伏キリシタン、1873年明治6年に禁教令が解かれて潜伏する必要がなくなっても、江戸時代の主教形態を守り、カトリック教会に戻らない信者のことを、隠れキリシタン、と呼び方を分けるようになったみたいなんだぜ。なぜか禁教期前後で分ける必要があるのかよくわからないんだけどね。偉い学者さんに合わせて表現がコロコロ変わるからわけがわからないわ。おまけに世界遺産に名称にまで当たり前のように使われてるんだから大混乱よ。とにもかくにも、宣教師不在でありながら、信仰を隠しつつも共同体を存続させるための生き方暮らし方を創造したことが評価され、ユネスコの世界遺産に登録されたんだぜ。ふーん。でも江戸時代のキリシタンの拷問って、村ごと首吊りとかあって映画だとすごい残酷だったから、江戸時代の250年間もキリシタンってことを隠し通したってすごいことよね。現代までどんな建築物が残っているか気になるわ。普通に考えたら江戸時代にキリスト関係の建物なんてあったら即アウトだものね。もしかして、バリアを張ってキリシタン以外には見えないようにしたのかしら。そんな魔法が使える人がいたらもっと楽に信仰を守れたと思うんだぜ。そんなこんなで、この世界遺産にどんなものが含まれているのか構成資産を説明するんだぜ。まずは長崎市の構成資産から。一つ目、大浦天主堂。これはこの世界遺産で最も知名度が高いものだと思うんだけど、長崎市にあるカトリックの教会堂なんだぜ。1846年に竣工して、日本に現存するキリスト教建築物としては最古のものなんだぜ。正式名は日本26聖巡教社聖堂よ。日本26聖人に捧げられた教会堂で、殉教地である長崎市西坂に向けて建てられているわ。修学旅行でのコースに含まれていることも多いわね。1935年には国宝に指定されて、日本でも数少ない明治以降に建造された国宝建築物なんだぜ。確か教会だとここしか国宝は存在しなかった気がするわ。教会の重要文化財はあるんだけど、さらに上のランクの国宝指定はハードルが高いのよね。
ここは新都発見という感動エピソードがあるんだぜ。1865年、浦上、昔でいう長崎の住民十数名がこの天主堂を訪ねて、そのうちの40から50歳くらいの女性がプチジャン神父に近づいてこう言ったんだ。私どもは神父様と同じ心でありますと。つまり、自分たちがカトリック教徒であると告白したんだぜ。先祖代々、隠し続けてきたことをカミングアウトしたんだから、とても勇気のいる発言だったと思うわ。また、神父様もびっくりして腰を抜かしたでしょうね。日本では近況でキリスト教徒なんて残っていないと思ってたでしょうし、隠れキリシタンが存在していたことを知った神父様は、布教を兼ねて浦上や五島列島を訪問した。そして各地で多くのカトリック教徒が秘密裏に信仰を守り続けていたことが発覚したんだ。この新都発見のニュースは当時の教皇ピオ9世のもとにもたらされて、これを東洋の奇跡と呼んだそうなんだぜ。ちなみに、名前の似た教会で長崎市には浦上天主堂というものもあるわ。もともとキリスト教伝来の時からカトリック信者の多かった浦上という土地で隠れキリシタンの摘発も多かった場所だったんだけど、明治の弾圧で減ってしまった住民が小聖堂を作ったの。その後、そこに大浦天主堂から仙人の神父様であるフレノー宣教師が来て、浦上村の庄屋の跡地を買い取り、現在の地に改めて現在の場所に浦上天主堂を建設したの。小聖堂建設から新聖堂完成まで1879年から1914年のことよ。でも1945年に原子爆弾の投下によって、爆心地に近かった浦上天主堂はほぼ原型を止めないくらいに破壊されてしまったわ。弾圧にもかかわらずみんなで助け合って作った大聖堂なのに、無念だったんだぜ。この後、広島の原爆ドームのように、外壁などが残った廃墟を保存すべきかどうか世論も意見が分かれたわ。でも結局、保存のための資金の問題、それから、平和を守る唯一の手段ではないという理由で、撤去されてしまうの。その後、新しい浦上天主堂が再建されたわ。長年にわたる過酷なキリシタン迫害に耐え抜き、その地に悲願として建設された浦上天主堂が、現存していないのはとても残念なんだぜ。これはアメリカへの配慮とも言われているわね。キリスト教が根深く文化として関わっているアメリカが、そのキリスト教の建物を破壊したんだから。当時の市長も当時は保存に前向きだったけど、アメリカ訪問の後に否定的になったらしいわ。アメリカとしても、自分たちの破壊したキリスト教施設を残しておくと罰が悪いものね。何か言われたんじゃないかと推測されているわ。これに関しては、当時の市民も辛かった思い出を残したくないという意見があったそうだし、なかなか難しいんだぜ。ただ、広島は原爆ドームを残して、対して長崎はその象徴たる施設が、残っていないという事実を惜しむ声もあるらしいぜ。もし残っていたら、間違いなく世界遺産だったでしょうね。再建だから入ってないけど、戦争で破壊された文化財のことは脚本を書くたびに胸が痛むわね。長崎の潜伏キリシタン関連遺産か、あるいは原爆ドームと合わせての登録か、どちらになったかはわからないにしろ、世界遺産に行くは通じないからな。あとは想像の世界なんだぜ。次に、長崎市にある他の世界遺産構成物件を紹介するんだぜ。数が多いから地域ごとにまとめていくんだぜ。二つ目、外目の敷津集落。三つ目、外目の大野集落。これは、外界外目という町にある教会と集落が登録されているんだぜ。それぞれ、敷津教会堂と、大野教会堂という重要文化財の教会があるわ。あと、隠れキリシタンが切り開いた集落の景観を保持して、重要文化的景観としても登録されているの。この世界遺産が他の世界遺産と大きく違うのは建物だけでなく、潜伏キリシタンが生活をしていた景観として集落という単位で登録されていることなんだぜ。こういった場所はキリスト教弾圧を免れて潜伏活動をしやすく、追求されにくい場所に適していたから信者が集まったそうなんだぜ。この世界遺産のテーマが、潜伏キリシタンだからね。正直、江戸時代の弾圧期の建物は当然存在していないのよ。
近況明けに建てられた教会は構成資産に入っているんだけど、それはあくまでも、潜伏しなくても良くなった時代に入ってからの象徴。メインは、潜伏キリシタンが、日本古来の宗教と迎合しながらも、裏では密かにキリスト教を信仰していた人たちの生活風景なのよ。実は神社がキリスト教寺院として機能してたこともあったんだぜ。重要文化財の教会は見ておきたいけど、もし旅行に行くことがあれば集落全体を見学し、当時の潜伏キリシタンの生活を想像するのも面白いと思うんだぜ。重要文化財の教会もあるんだけど、これらは明治期に作られたもので、あくまでもテーマは潜伏キリシタンの残した集落。この世界遺産としてはデザートのようなものなのよね。次に四つ目、南島原市にある原城跡。島原半島の南部に位置するんだけど、もともとは明応5年1496年、有馬隆純によって築かれたお城だったの。でも、一国一城令によってこのお城は不要となってしばらくは廃墟だったのよね。しかし、寛永14年1637年から、有名な島原の乱の舞台となるんだぜ。江戸時代初期のキリシタンである天草四郎が起こした一揆だから知名度は高いと思うんだぜ。天草四郎はゲーム、小説、映画なんかで魔界とのつながりがあったり、ものすごくデフォルメしたキャラクターになってるんだけど、キリシタン大名の小西行長の維新の子らしいの。生まれながらのカリスマ性があって、様々な奇跡を起こしたと言われているわ。その天草四郎が総大将となった島原の乱で立てこもったのが、この原城なんだぜ。キリシタンの圧倒的な支持を得た宗教戦争という側面から、この原城も構成要素に入っているんだぜ。わずか10代半ばで総大将だものね。実際にこの少年が戦争の指揮を取っていたのかはわからないけど、指揮を上げるのに十分な存在よね。日本におけるジャンヌダルクって感じだわ。現地ではもう石垣しか残ってないけど、天草四郎の銅像があるそうよ。次に5つ目、佐世保市にある黒島の集落。これも重要文化財である黒島天主堂と、黒島の潜伏キリシタンの築いた集落として、佐世保市黒島の文化的景観が重要文化的景観に指定されているんだぜ。黒島天主堂は、長崎県内の教会堂としては大浦天主堂国宝に次いで、2例目となったそうなんだぜ。これも明治に建てられたものだけど、保存状態が良く、ロマネスク様式の整った本格的な教会堂建築として貴重な遺構だそうよ。レンガの一部はシントラが焼いたものだそうで、祭壇の床には伊万里焼のタイルが使われているんだぜ。和洋折衷な感じがいいわね。クリスマスイブにはぜんざいとケーキの炊き出しがあるそうよ。西洋と日本の交流って感じがたまらないわね。次に、6つ目の平戸島の聖地と集落、安満岳と春日集落と、7つ目の平戸島の聖地と集落、中江の島。平戸島は、1550年にポルトガル船が来航したことをきっかけに、南蛮貿易の拠点として栄えて、フランシスコ・ザビエルをはじめとする、イエズス会宣教師によってキリスト教、カトリックが布教されたんだぜ。ここは日本史でも出てくるから有名よね。でも、その後はキリスト教弾圧の舞台となるの。江戸時代になってオランダ商館やイギリス商館ができたんだけど、結局その後の鎖国政策で閉鎖。オランダ商館も長崎の出島に移転して、この場所での南蛮貿易は終わってしまうのよ。ここも隠れキリシタンの伝統と棚田群などの独特の景観を保持していることから、重要文化的景観の平戸島の文化的景観として、登録されているんだぜ。構成資産名にある安満岳ってのは、平戸島北西部にある530棟の山のことで、山頂にある石塔薩摩塔と、自然石による石碑が、安満岳の奥の院様と呼ばれ、隠れキリシタンの信仰対象とされていたそうよ。古来より山岳信仰の中心になっていたそうなんだけど、日本人って自分の信仰している宗教と、身近な自然を重ねやすい傾向があるのかしらね。あと、この周辺の春日集落も隠れキリシタンが、切り開いた棚田の景観が重要文化的景観になっているわ。もう一つの中江の島も、
キリシタンということで家系となった、ヨハネ・ジロー・ウェモンが、処刑場である中江の島に向かう船の中で、ここから天国パライソは、もう相当遠くないと言ったと伝わることから、潜伏キリシタンたちの間で中江の島は聖地とみなされるようになったそうなんだぜ。隠れキリシタンの裏書にも歌われているそうよ。ここは平戸藩によってキリシタンの処刑が行われた無人島なんだけど、処刑場が逆に聖地として崇められるようになったってのも興味深いわね。ただ、ここは原則上陸不可とのことよ。無人島だから仕方ないわね。次に、八つ目。野崎島の集落跡の首集落跡船森集落跡。これも長崎県指定有形文化財である旧の首境界道を含む、小鹿諸島の文化的景観が重要文化的景観に登録され、境界と集落がセットで登録されているんだぜ。野崎島は、五島列島小鹿島東端の約 2km 東に位置しているわ。1800年頃、大村藩領から難を逃れた潜伏キリシタンがの首集落へ移り住んできて、1840年頃、東南端の船森瀬戸脇集落へも潜伏キリシタンが移住してきたそうよ。ただ、高度経済成長の集団離村で急激に人口が減少して現在は廃村。無人島だから、旧の首教会の保全が気になるところね。棚田の中にポツンとある教会の風景が、すごく素敵なところなのよ。うつ主はこの世界遺産の構成資産では一番写真映えすると思っているわ。潜伏キリシタン関連遺産は、4つの時代に区分けされていて、ここは18世紀以降に潜伏キリシタンが、移住して構築された時代を表すものなんだぜ。1始まり、2形成、3維持拡大、4変容承継、という4つで分かれているのよね。これから説明する頭が島、日坂島、鳴島もこれに該当して、弾圧の中で離島に逃れて維持されてきた歴史が表されているわ。あと、無人島ということもあってか、野崎島の場合は、島全体が世界遺産に登録されていることも特徴よ。野崎島へのお島に際しては、旅行協会への事前連絡が必要らしいから、旅行のハードルは高そうね。次に、9つ目。頭が島の集落。ここは五島列島の最東端の島で、重要文化財である頭ヶ島天主堂を含む、新上五島町崎浦の五島石集落景観が重要文化的景観に登録されているんだぜ。これも教会と集落の景観がセットになっているんだぜ。ここの大きな特徴としては、集落の路地、桟橋、石積み垣根や旗垣などの石積み技術ね。これは2番目に紹介した敷津集落などから、移住してきた隠れキリシタンによってもたらされた技術だそうよ。別の地域から、同じ文化を形成した思われる人が、技術を伝承したというのは、ユネスコが重視する文化循環を象徴しているそうで、これも世界遺産登録においてポイントが高かったと思われるんだぜ。次、久我島の集落。これは五島市に存在する重要文化財の旧五輪境界道を含む、五島市久我島の文化的景観として登録されているんだぜ。あと、同じ五島市にある鳴島の江上集落江上天主堂とその周辺。これも重要文化財江上天主堂を包括した集落なんだぜ。ただ、江上集落については重要文化的景観には登録されていないそうよ。というのも、集落景観を形成する家屋が少なく、かつて開拓された最初の入植地集落と水田は、小学校を作るために整地されて失われたそうなの。ここは、近況期を重点にすべき、というユネスコ諮問機関からの指摘で推薦除外されそうになったんだけど、結局は潜伏期の終焉からカトリックへの復帰の過程を可視的に示している、として評価されて登録されたんだぜ。重要文化的景観っていう方がなくても、一応江上天主堂が近況期明けギリギリの時代分けに入ってたから、滑り込みセーフって感じかしら。次、これは熊本県天草市の天草の先津集落、十分系天草市先津今富の文化的景観。熊本県天草市川浦町先津一帯の総称で、両角湾に面した潜伏キリシタンの里として知られているんだぜ。キリシタンといえば天草よね。天草四郎だけじゃなくて、土地としての天草もキリシタンの史跡と景観として有名よ。あと、
ザキツワサンダカン8番召喚暴挙という有名な映画にも出てくるわ。アカデミー賞外国語映画賞にノミネート。出演していた田中キムヨさんはベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞したことでも有名よね。天草の乱の後、天草は荒廃したんだけど、サキツを含む下天草の人々は参戦しなかったことで、処罰されずに済んだそうなんだぜ。ザキツは外界と隔絶していたので、乱自体を知らなかったそうよ。昔は回路しか交通手段がなかったそうだからな。だからこそ、禁教期でキリシタンが住むのに適した地域だったのかもしれないんだぜ。ここはこの世界遺産の中でウプ主が一番行ってみたい場所だわ。規模エピソードにもこと書かなさそうだしね。次に、世界遺産登録までの経緯。2007年1月23日、文化庁が長崎の教会群とキリスト教関連遺産として、世界遺産暫定リストに記載したんだぜ。暫定リストってのは世界遺産に推薦するための候補になるんだけど、ここに登録されるまでの道のりが大変なのよ。この時、富岡製糸場と富士山も同時に暫定リスト入りしているんだけど、それらもすでに世界遺産に登録されているわ。当初は、単純に長崎の教会群として、キリスト教関連のものを集めて登録しようとしていたんだぜ。潜伏キリシタンにはまだ焦点を当ててなかったのよね。長崎の教会群は2000年代前半から世界遺産マニアの掲示板では、世界遺産候補になりうるのか、という議論はされていたんだけど、単純な寄せ集めでは厳しいだろうという意見が大半だったの。この地域では浦上天主堂にある被爆マリア像を、負の遺産として世界遺産にしようという声もあったくらいだったからな。テーマが鮮明でなくて、割と掲示板やファンサイトでは冷ややかな声が上がっていたんだぜ。2007年に35の構成資産候補を選定したんだけど、この時の顕著な普遍的価値の主軸は、東西文化の交流と文化的伝統だったの。結局、このテーマじゃ曖昧すぎるってことなのか、2011年の推進会議では構成資産を14に整理することになったの。この段階ではまだブレストしてる途中だったのかもしれないんだぜ。昭和や再建、コンクリ作りの建物も含まれていたそうだし、結局東アジアにあるキリスト教の遺跡ってだけじゃ弱すぎるって、だんだん気づき始めたと思われるんだぜ。マカオにある歴史地区みたいに昔からあるものではないし、ただ近い地域に密集してあるってだけじゃ弱いって思ったんだろうな。京都みたいに何百年も維持している宗教施設じゃなく、比較的新しい明治以降の建築物だものね。26年の第40回世界遺産委員会で審議される予定となったんだけど、ICOMOS が250年の禁教令時代に特化すべきと指摘したため、政府は推薦取り下げの上、構成資産の再検討に入ることになったんだぜ。そして長崎県は ICOMOS とアドバイザー契約を結んだんだ。世界遺産に登録するための ICOMOS にいくら払ったのかってゲスな推察はなしよ。コンサルティング契約みたいなものなのか詳細は不明なんだぜ。イコモスの助言に従い、大浦天主堂以外の禁教明け明治時代以降に建てられた教会について、禁教時代にいわゆる隠れキリシタンが形成した集落景観などに、包括することにしたんだぜ。ここの教会ではなく、それを中心とした集落景観を主軸にすることにしたのよね。諮問機関である ICOMOS が、推薦国に協力するという形式は日本では初めてだったそうで、完成度が高い内容の推薦書が作成できたおかげで登録の可能性がより高まったと見られているわ。でも、まるで就職面接官が事前にエントリーシートをチェックするみたいよね。文化庁曰く、アドバイスを行ったイコモスの専門家は、推薦書提出後の審査には参加せず、利益相反のような状況にはなっていないとのことなんだぜ。文化庁様が言っているんだからそうに違いないわ。あと、近況期との関係性が薄い日の江城と田平天主堂を構成資産から外す提案を受け入れ、より質の高い構成へとブラッシュアップしていき、2018年の第42回世界遺産委員会に向けて、再推薦することを決定。
テーマを潜伏キリシタンの文化的伝統とし、構成資産も集落名義へと変更したわ。熊本県側から熊本の名称も入れてほしいとの要望があり、イコモスも潜伏キリシタンなどの表現を取り入れた名称に変えるべきと示唆したことから、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が正式名称となったんだぜ。ここで潜伏キリシタンっていう聞き慣れていない言葉が出てきたのよね。当時、潜伏キリシタンって何？隠れキリシタンとの違いは？っていう記事を見た気がするわ。そして、第42回世界遺産委員会では、イコモスと締約国、日本との協力についても評価され、登録が決まったんだぜ。今後の文化遺産にしては、イコモスとの事前コンサルティングが重要になってくる気がするわね。審査する側に事前に提案内容を見てもらえるんだから。世界遺産委員会では、ヒキリスト教国も含めユニークな遺産であるヒューマンヒストリーを表現しているの二言が多く聞かれ、否定的な意見はなく、開始からわずか20分で満場一致で登録が可決されたんだぜ。山田滝夫ユネスコ日本政府代表部大使も今までの日本の世界遺産の中で一番ストーリー性が強い資産であると述べたそうなんだぜ。そりゃまあ西洋圏のメイン宗教であるキリスト教に関連したものだし、理解度や好感度も高かったでしょうね。直近で登録された富士山、明治産業革命遺産、沖ノ島の審査で目立ったロビー活動も行われなかったそうよ。その代わり、事前のイコモスのコンサルティングも行われていたんだし、日本側としても自信があったんでしょうね。ローマ教皇庁のアルバチカンでも、聖霊が宣教師の説教を通じて灯した日は、カトリック共同体の祈りの生活を隠れて維持した日が信徒の中に息づいてきたと、談話を発表。カトリック長崎大司教区も、潜伏キリシタン遺産を訪ねることで、日本のキリスト教史を再発見することになるなどと、コメントしたそうだぜ。キリスト教関係者としてはそりゃ嬉しいでしょうね。バチカンの談話は何言ってるかよくわかんないけど。でも、私たちは裏紙天主堂という明治の信者さんたちが懸命に作った貴重な遺産が、原爆で破壊された事実を決して忘れてはいけないわ。東洋の奇跡と言われた日本のキリスト教徒によって作られた施設が、キリスト教徒によって破壊されたんだから。戦争で負けたからって、こういった事実を闇に葬られるべきではないと思うの。さて、毎回おなじみの、世界文化遺産登録基準1から6のうち、どれが採用されたのかしら。3、現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。に該当すると判定されたんだぜ。ここは3だけなのよね。登録基準1つだけで登録されたのはここだけよ。なんかギリギリ登録できた印象になっちゃうわね。でも、逆に1つに絞った方が的を絞れてよかったりするのかしら。イコモスの評価としては、次の通りなんだぜ。潜伏キリシタン集落には現在もその思いを受け継ぐ末裔が暮らしており、民族文化財としてのリビングヘリテージの価値があり、集落景観の特徴である石積みが地形石材用途の違いによる差異が、地域多様性を反映し、それはそのまま文化多様性を表現している。また、潜伏キリシタンの移住により石積み技術や操船法漁法が伝播したことは文化循環を表現している。ユネスコも、潜伏キリシタン集落は形態とデザイン仕様と機能伝統技術と管理システム場所と環境精神と環境によって遺産の価値の信頼性を得ていると評価したそうよ。結局、ここが世界遺産に登録できたのは、潜伏キリシタンが作った集落に石積み塔があったおかげよね。教会単体だけだと相当厳しかったわけだし、宣教師の残した技術が、集落に受け継がれていったってことで評価されたわけだけど、そういう特徴があれば江戸時代に潜伏キリシタンの里だってバレなかったのか不思議だわ。世界の反応としても、好意的なものが多かったんだぜ。例えば、韓国の反応。日本は復員不毛の地とされるが、韓国よりも先に殉教の地が流されており、信仰を守るために命を捧げた殉教者の遺産である。あら、いつもはお叱りを受けることが多いんだけど、今回は珍しく好意的なのね。キリスト教徒が多い国だからかもしれないけど、でも、どちらが先かってくだりはいかにも言いそうな感じのことよね。さて、
というわけでは今回は潜伏キリシタン関連遺産を紹介したんだぜ。構成資産が多い物件は脚本が長くなってしまって大変なんだぜ。縄文遺跡や西表島が世界遺産になったから、そっちも作らないといけないから早くさばいていかないとね。それにしても、オリンピックの放送中に緊急速報テロップで世界遺産登録って流れたからびっくりしたわ。その時の実況スレでは、メダルセッションの試合中に関係ないのを流すなってご立腹だったけど、今回の潜伏キリシタン関連遺産はどういうところが、評価されたのかという点でまとめるのも難しかったんだぜ。近況期にテーマが置かれているはずなんだけど、目につきやすい教会は明治以降のものだからわかりにくいのよね。きっと、多くの人は教会群が世界遺産のメインだと思っているでしょうね。江戸時代にキリスト教への信仰を隠しながら、仏教と共存してきた生活景観が登録されているっていうのがわかりにくいのよ。結局、潜伏キリシタンが住み続けてきて、その景観が近代化が進んでも、潜伏キリシタンの集落ならではの景観っていうのが、石垣とかの石積み技術ぐらいしかわからなかったから、目に見えるものというより潜伏キリシタンの感動的なストーリーと精神性が、評価されたものだと思った方がいいんだぜ。これが隠れ神道の集落とかなら登録されるかわからなかったでしょうね。キリスト教は強し、というのが感想よ。一つでも隠れキリシタンの住んでた住宅や神社と見せかけた教会が、現存していたら印象も違ったんでしょうけどね。大江には文化財未指定だけど、国内で唯一の潜伏キリシタン隠し部屋が残る旧宅があるそうなんだぜ。こういうものを無理やりでも文化財保護法に指定して象徴的な構成資産に含めておけばよかったのにって思うわ。さて、今回の紹介は以上となるんだぜ。よろしければ、励みになるのでチャンネル登録をぜひお願いします。ご視聴、ありがとうございました。